トイック公開テストの結果発表最終回でございます。第318回ですね。3連続取れるかっていうのもかかってます。だいぶトイックもねレベルが変わりどんどんデジタル化が進み、ただこれを見てくれた皆さんがいるからトイック受け続けるモチベーションになってましたから、最後はこれでした。さあ、で始まりました無鉄チャンネルです。さあいよいよですね、トイック公開テストの結果発表最終回でございます。はい、これが2023年3月の結果になるので3月で紙廃止ですから最終回になりますね。第318回ですね。318回、2023年3月19日に行われたテストになります。これでもう紙配られるのおしまいですよね。これからはデジタルになってしまうということで、はい、最後でございます。だから紙を破るとかっていうねのも今までやってきましたが、まあついにこれが最後です。最後は破るのか破らずに取っておくのか、最終の紙でございますよ。はい、まあもう2019年とかですよね、やってきたの。19年から3年ちょっと開封してきましたが、はい、それも最後に迎えます。今まで105回の満点で今回106取れるかどうかってことだよね。行きましょう。最終回です。いや長かったですね、長かったですね、てか早かったな。どうだったでしょうか。100回行くぐらいまでの時はすごいわーっていう感じになったんですが、もう飽きられてですねですが、あ、まあとね、4週間あって4週間で3回試験がありましたんで、ね、2月3月と。その中で今のところ2月の末と3月の頭は両方満点できてますんで、だ3連続取れるかっていうのもかかってます。いきます。いやもうこれ最後っすよ。ちょっとね、生配信しようと思ってたんですよ、実は最後だから。でもまあご存知の方もいると思うんですけど、カメラ壊れちゃったんで、で壊れちゃったけど、もしかしたらカメラが原因じゃなくて SD カード MacBook Pro でフォーマットすると使えなくなるんじゃないかって、ちょっと今ねそうなってるかもしれないです。ソニーの人も別に壊れてないですけどっつって連絡来たんで、でまあもう一個の昔のこれカメラです、今戻したんで、その昔のカメラも壊れてて、今それも今修理出して今戻ってきました。3万3000円払って、はい戻ってきた。これいただきます。おい、いつもながらこちらです。そして最後ですよ。はい、これを見るのも最後なんですね。この味方の髪、さようなら。なんか感慨深いですね。国際花子さん、もうお会いすることはあるかもしれないですけど、もう髪でお会いすることはないんでしょうね。では行きましょう。今までの思いを込めて、思いを込めて。318回は何の縛りだったのかな。あ、出題ミスがあった次の回ですね。あ、シャーペン受験したんだ。超久しぶりなシャーペン受験だ。朝食を逆に食べていった。はいはいはい、普段食べない、そう調子悪くなる。だ朝食を食べた分早起きなんですね、その分辛かったと。でパート1、2は最後の選択肢は聞かないで回答。はい、シャーペン受験か。もうずっとやってなかったな、シャーペン受験なんて。この間も鉛筆その日に買っていったな。では行きましょう。はい、最後のトイック結果公開の結果はなんだこの変な日本は。最後はこれでした。ということで最終回も満点でした。優秀の美というやつですね。はい、ということで破らなくて よかった。最後一番最後破る必要がなかった。いやー感慨深いですね。はい、ということで106回目満点となりました。これでわかんないです、動画にしたのはもう何回だか分かりませんが、まあ何度も破ったし何度も満点の出したと思うんですが、はい、取ることができました。よかった。では一番最後のアビメ見ていきましょう。はい、リスニングはこう、あ、そう、100、100、100、98、100ですね。あー、1問間違えたんだ。なるほど。あ、トイックは偏差値みたいなもんなんで、全問正解しなくても出ますんで満点。はい、続いてリーディング、あ、95、100、96、100、100と。はい、推測と関連だねが減ってますね。まあもしかしたら2問かもしれないし、もしかしたら1問両方に関わってるものだったかもしれません。はい、ということでございました。これが一番最後の結果になります。はい、皆さんはどうでした、取ることできましたかね。まあ長いことやってきました、この企画もこれで最終回ということになります。わかんないです、今度からデジタルのものになるってどういう風に表示されるのかもよくわかんないので、まあデジタルで見せることがあるのかな。普通のアビメなしの結果はもっと早いんだろうね。でもアビメなしの結果だとアビメ見れないし、ちょっと悩みますね。もしこれを続けて
していくんだったら、デジタルだけだったらさ、結果だけ見せちゃえばいいので、もう届いた日に動画撮って、それで見せてしまうっていうのもありかなと思います。その結果自体これ2週間ぐらいでしたっけ？で、デジタルのは見れますけど、紙の方はね、待たなきゃいけないんで、だいぶ遅くこう毎回発表してましたけど、今度からは切った瞬間にパッてできるかもしれないけど、まあその紙でいつもやってたからデジタルの方の見てなかったんで、気にもしてなかったというか、でもこれからはもしそのデジタルのでやるんだったら、来た日にもう開けるんじゃないんだよ。でもこれからね、来た日にこうやりたいですよね。だから結果が来る日も気にしておいた方がいいのかなとちょっと思っております。はい、皆さんどう思います？これ続けるべきなのか、もう別にさ、それだけパッと見せるのなんてショート動画でもいいから、短くパッパッパッとやっていくのになるかな、これからっていう風に思います。なんでこの長尺動画というんですか、まあ、普通の動画で見せるのはこれで最後になるのかなっていう風に思ってます。ただまあトイックプロジェクトの方々ですね、はい、のものはまあ見せていくかなと思いますけど、まあなかなかもうそれもね、あんまり皆さん興味も示してくれなかったりするので、どうなっていくかだと思いますが、本当に、いやー、長い間なのか短い間なのか分かりませんが、企画にお手伝いはしてないわね、誰も。はい、これを見ていただきましてありがとうございました。はい。まあ、今後もね、そのメンバーシップレベル2では動画解説講義出ていきますんで、ちょっと解説のね、やつ、カメラ修理に出しちゃったんで止まってましたけど、ちょっとまあ、ここから再開していこうかなと思っております。まあ、ちょっとカメラもね、昔の、そしてマイクもちょっと昔のものなんで、すごい昔を思い出しながらのやつですけど、初心に帰りながらやった感じになります。はい。まあ、トイックに関してはちょっといろいろとね、今後も動画は上げていこうと思います。武田塾イングリッシュでは新ルートを作ってますし、自分のね、自費出版の方のも今、構成とかが進んでまして、また非公開とか、公開ではないものも進んでいきますね。いつもの企業さんでの仕事だったりとか、またあるスクールで講師したりとかいうのは、はい、ありますんで、そちらでお会いするかもしれないですね。という感じでやってきました。もう、だいぶトイックもね、レベルが変わり、どんどんデジタル化が進み、新しい単語や表現、場面が浮かびにくいものなどが出てきてね、難しくなっていきましたが、はい、そんなトイックにもね、こう毎回対応しながら戦っていきました。そしてこれだけの回数を満点取ることができて、ね、縛りをつけても結局取れてしまうという感じだったんですが、本当に皆様の応援のおかげではなく自分の努力の賜物です、はい、もうそれはそうですね。応援のおかげでトイックの点は変わんないと思うんで、ただこれを見てくれた皆さんがいるからトイック受け続けるモチベーションになってましたから、もちろんトイックはね、非公開の試験でなんで毎回受けんだよとかね、なんでそんな満点取っても意味ねえじゃんって言われますけど、非公開の試験なんで分析するために受けてます。そしてただ分析するためだけだとやっぱモチベーションってなかなか続かないんですよ。なんでやっぱこの企画があったから受け続けるっていうね、モチベーションあったんで、ありがとうございました。はい、また何かね、なんか有料で紙をもらえることもできるみたいな話は聞いたんで、もしかしたらね、満点以外じゃないものは紙をわざわざ手に入れて破るなんていうのもやることはないかな。はい、という感じでございます。はい、本当にありがとうございました。まあこれからもね、日本にいる限りは受け続けていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。まあ、海外行ったら終わりですけどね。はい、日本でトイックの連続受験っていうのは終わります。まあ年にね、何回か戻ってくると思うんで、その時には受けようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今まで見てくれてありがとう。